新王城からの皆さん、こんにちは。シンです。今日最後になりますね。仮面ライダー対仮面ライダー、ダブル&ディケード。ムービー対戦2010の紹介です。はい。まあ、こちらね、まあ昔ですけど映画見に行きました。はい。ダブルとディケードがね、出てくる話です。まあもう古いですね、これ結構。はい。で、ダブルとディケードとかディケード、こんな感じです。はい、まあ中はね、すごい、いろいろと載ってます。はい、いろいろですね。まあ、中はね、まあ、あんまり見せられませんので。はい。仮面ライダーもね、すごいね、豪華なアーティストがね、歌ってるんですよ。はい。まあ僕はね、その中で最近の仮面ライダーウィザーの、主題歌を歌ってるゴールデンボンバーの、ね、人が好きです。あと、大黒摩季さんも好きですね。土屋アンナさんも。はい。結構ね、あの映画感動したんですよ。はい。まあ、皆さんも見に行った方もいると思います。今度ね、また12月に公開されると思うんで、できたら行きたいと思います。はい。まあ、仮面ライダーはね、いろんな歴史があるんですよ。はい。ね、そのお父さん世代から仮面ライダーを放送されてるんで、はい、人気ですよ。僕は時々ね、Nintendo DS の仮面ライダーバトルガンバライド、カードバトル対戦のゲームをやってます。昨日はまあ桃太郎が出ましたね、一枚。あと入電音と。まあ。あと、はい、フォードの、人形と桃太郎の人形があります。まあ、あとディケードドライバー持ってたり、カードがあったりとか感じで、あります。まあ皆さんもねライダー好きだならですと、好きなライダーいると思います。はい、のでまあよろしくお願いします。はい、はい、ということで今日最後のことで、仮面ライダー対仮面ライダーダブル&ディケードムービー対戦2010の紹介でした。以上、深夜おじゅんのごちでした。ありがとうございました。